クルーベナウチコマルシリオジアス通称、マルシリオジアスは、ブラジルサンタカタリーナ州イタジャイを本拠地とするサッカークラブである。イタジャイにローイングを進行する目的で1919 19年3月19日に、クラブは創設された。クラブ名は三国同盟戦争のリアシュエロの戦いで、戦死した水兵、マルシリオジアスにちなみ、初代会長だったイグナシオ・マスカレニアスの提案を受けて、 名付けられた。1963年、カンピオナートカタリネ年セに優勝して、クラブにとって最初のタイトルを獲得した。1988年、カンピオナートブラジレーロセリエ C に初めて参戦し、第3ステージで敗退した。翌年は、カンピオナートブラジレーロセリエ B に参戦し、第1ステージで敗退した。1995年、 再びカンピオナート・ブラジレーロセレシーに参戦し、またこの年にはクラブにとって、初めての国際大会となったトルネイオメルコスールで、準決勝に進出した。1999年、カンピオナート・カタリ年生2部において、決勝で同じ街のクラブであるイタジャイを下して、優勝した。2000年は、コパジョアン・アベランジェのモドゥロ・アマレロに参戦したが第一、ステージで敗退し、 その後は2001年、2003年、2005年、2006年にも、カンピオナートブラジレーロセレシーに参戦したが、どのシーズンも第1ステージで敗退した。2007年にコパサンタカタリーナに優勝し、それにより翌年のカンピオナートブラジレーロセリエシーと、同年のレコパスルブラジレーラ出場資格を獲得した。2007年12月8日、カシアスを4から1で破り、 レコパスルブラジレーラに優勝した。マルシリオジアスのルイスリカルドは5得点を挙げ、大会得点王に輝いた。ホームスタジアムは、エスタジオドトーリエルシリオ、ルス、通称ジガントン、ダスアベニダス。1921年に完成し、収容人数は1万人。ありがとうございます。